イギリス領事館。田中さん、イギリス領事館という場所は聞いたことがありますか？いいえ、聞いたことがありません。こちらにある赤い建物がイギリス領事館です。そうですか。中に入ってもいいですか？いいですよ、どうぞ。家具は当時のままですか？いいえ、展示のために当時の家具を買い揃えました。へえ、そうなんですか。壁にあるベルは何ですか？使用人の呼び鈴です。そんなものがあるんですか？はい、イギリス領事はこのベルを鳴らすと使用人を呼ぶことができます。すごいですね。この領事館は台湾人によって建てられたんですか？いいえ、中国人が建てました。デザイナーも中国人ですか？いいえ、デザイナーはイギリス人です。なるほど、教えてくれてありがとうございました。